試合後の選手たちとの演じの中で、まあ、一言目ナイスゲームという言葉が出てましたけれども、いかがでしたか？そうですね、まあ、ここ数年の、まあ、対戦結果であったりとか、まあ2勝同士での対戦という、ね、シチュエーションというところも含めて、新しい代表チームにとっては本当に最初の、決勝なんだというつもりで臨みましたので、まあ、そういったシチュエーションの中で選手たち本当に最高のゲームを、してくれたなというふうに思ってます。今日は1戦目2戦目から少しスタメン1人変更しました。金沢選手のところに吉川選手、この狙いというのはどこにありますか？まあいろいろ作ってきた準備であったりとか、まあ、大事なゲームの入りというところも、まあ、加味してですね、ゲームプラン含めての変更というところではありましたが、まあ、ただ誰が出ても一人一人のストロングポイントをしっかり出せるといったね、そういうチーム作りはしてきてますので、まあ、スタートがっていうところはあんまり関係はないですけども、まあ、いい入りをとにかくしたいというね、狙いがありました。まあ、前半で、まあ、5対0という、まあ、結果で折り返しましたけども、いかがでしたか？その本当パーフェクトな内容だったなって感じますか？そうですね、まあ、こういったゲームなので、まあ、失点ゼロで終われたところ、まあ、攻撃的なチームというのを当然作ってますけれども、まあ、守備においてもね、全員ハードワークしてくれましたし、本当に一人一人が本当に強い野心を持ってですね、プレーしてくれてるというのが一番嬉しいなというふうに思います。まあ、後半あれだけ点差開いてくるとどうしても切り替え遅くなったりとか、ちょっと軽率なプレーっていうのが出てきてしまったりもすると思うんですけども、本当にそういう場面がないこの40分間だったなと感じるんですけども、まあ、選手たち常々言ってるように常に競争というのはありますし、ここに来たい選手もたくさんいるし、ただ今現状のベストがここにいるんだという、ただそれは約束されたものではないし、しっかり各個人がやっぱり高いパフォーマンスをしていくというところを、ね、伝えてますので、まあ、特に若い選手たちの本当に伸びしろしかないですし、相手がどうとかスコアがどうとかいうことではもともとないマインドを持っているので、そのあたりもすごく、現れてたなというふうに思います。